久保亜美選手、しっかりと前を捉えてきました。そして今フィニッシュ、3位は泉です。去年は6区間のうち3つで区間賞を獲得したものの、3位に終わった泉チーム。泉市、阿久根市、長島町で構成されています。チームの中心は実力十分の高校生です。神村学園高等部2年の黒上里奈選手は去年2区で区間賞を獲得。先月の全国高校駅伝では3区を任され、チームの優勝に貢献しました。期待がかかるのが鹿児島高校1年の中島彩音選手と富光樹花選手。中島選手は 3000m の自己ベストを30秒近く縮めるなど勢いに乗っています。強い実業団の先輩だったりとか、もし中学生で高尾の中学校の子たちが走ることになったら、その子たちとも1年越しにまた助けをつなげるので、それは楽しみです。期待に応えられるような走りをして、泉市の人たちを元気にできるような走りをしたいです。富光選手は股関節の怪我などで苦しい時期が続きましたが、大会に向けて調子を整えています。今回は高校生として走るから、自分たちがチームを作り上げていくっていう気持ちを持って走りたいです。先輩関係なく、先輩たちにチャレンジしていけるような走りがしたいです。そしてチームを率いる黒田監督が鍵と語るのが中学生。誰が走っても初出走で、高尾の中学校3年の高木あゆな選手は大会に向けて気を引き締めています。地区の中でも代表選手がたくさん出るので、今まで受け継がれてきた泉地区の伝統をしっかりとつなげるように一生懸命走りたいです。一般ランナーでは元実業団の中原美鈴選手や久保亜美選手がメンバー入り。久保選手は前回最終6区で区間賞に輝いた実力者、長年チームを支えています。泉チーム、21年ぶり2回目の優勝へ、チーム一丸となって臨みます。泉地区コール、プレッシャープレッシャープレッシャーピースピース、プレッシャープレッシャープレッシャーピースピース、戦線でピース、ワンでピース、最終ラインでオーピース。 A クラス死守目指して頑張るぞ。オー